はいはい、どうも皆さんこんばんは。ってなわけでね、今日も道士の森をやっていきたいところなんですけど、開幕から早々ね、手紙がなんか大量にあるんだが、なんでこんないっぱいあるんだ。はい、っていうことでね、ついに2019年4月がね、始まりましたね。4月ということで、まあ新しい職場であったり、あとはね、新しいクラスとかかな、まあ、まだ学校ここは始まってないのかな、どうなんでしょうかどうなんだろう。まあ僕がね、学生時代の頃は4月の7とか8ぐらいがね、始業式だった記憶があるんですけど、だからまだ春休みはしばらく先なんかな。まあ確かね、大学の頃は4月1日と2日からもうすでにね、なんか入学前のガイダンスみたいなものがあった気がしますね。入学式自体は確かね、4月の2とか3とかだった気がするんですが、確か4月1日がガイダンスみたいな感じだった気がする。多分多分ね。そして4月1日にはついに、ね、言語が変わりまして、なんだっけ、令和か。そう、令和なんだよな。なんかネットでは R18 とかいうものがトレンド入りしていて、まあ、すでにね、なんかネタ画像も出回ってますけど、まあそういったところでね、令和1年といったところで、皆さんこれからも頑張っていきましょう。で、ここでね、皆さんに対して僕から一つご報告がございます。っていうのも、まあすでにね、ちょっと気づいてる方もね、おられるかもしれないんですけど、なんかね、画面の縮尺おかしくないっすか。わかるかな、おかしいよね。あ、フルメタルくん、なあ社畜、ちょっといいか。実は俺はな、そろそろここから出ていこうかと考えてるんだ。お前さ、こないだニャンニャン村から来たばっかりじゃなかったっけ。早すぎでしょ。まだ2日しか経ってないんだけど大丈夫。っていうことでね、まあ皆さんすでに気づいてると思うんですけど、なんか画面がやたら拡大されてませんか。まあやたらっていうかわずかなんですけど、そう、今ね、この動画はね、MacBook でキャプチャーして撮ってるんですよ。普段は Windows のパソコンにニセトロキャプチャーっていうものをつないで、まあ、3DS のゲームをキャプチャーしてるんですが、なぜかちょっとね、昨日から調子がおかしくて、 Windows の方がね、そのニセトロキャプチャーをつないでも音は認識されるんですけど、画面がね、認識されないんですよ。いやマジで。でまあなんでやろうと思って、まあ、僕のね、ニセトロキャプチャーがね、まあ、壊れたのかなと思ったんですけど、まあ、そうでもなくて、まあ、別の Windows パソコンにつけたら、まあ、治るんですよね。でかつ、まあ、MacBook に、まあ、ニセトロキャプチャーを挿してもね、ちゃんとゲームキャプチャーできるんですよ。だからまあ普段使ってるパソコンだけね、なぜかよくわからないけど音は出るんだが、まあ、画面は映らないっていうね、まあ、怪奇現象が起きてまして、まあ、そちらの方でね、まあ、実況ができないんですよ。でまあそういったところでね、慣れない MacBook で撮っているので、なんかその画面の大きさっていうか、なんて言ったらいいんだろう、それの変え方もちょっといまいちわからなくて、縮尺がねバグってるんですよね。まあどうにか設定をいじってできるようにはしたんですけど、まあ、音も出ないし、これね今音なしでやってるんですよ。そう、まあ多分ね、後ほど BGM もなんかつけてると思うんですけど、だからまあそのね、普段使っている Windows パソコンが復旧するまでね、仕方なくね、ちょっと MacBook でやらないといけないっていうね、感じですね。いやーマジでかなりやりにくい。そもそもなんかニセトロ自体が Mac とね、相性悪いからな。ね。あんまりね、Mac でやってる人はいないと思う。まあそういったところで、ちょっともしね、原因とかがわかる方がおられましたら、コメント欄とかで書いていただけると非常に嬉しい。いや本当に困っていて、これ復活しないとさ、もう生放送もできないんだけど。なぜ生放送ができないかというと、まあ、サブで持っている MacBook は、まあ、その名の通りね、 MacBook なんですよ。でまあもう生放送なんでできるスペックじゃないっていうのと、まあ、サブで持っている Windows パソコンをもう一つね持ってるんですが、まあ、そちらの方もねノートパソコンで、そんな生放送とかね負荷のかかるような作業がねできるスペックではないので、となるとやっぱりその普段使ってるね、デスクトップパソコンじゃないと、ね、難しいんですよね。だからまあそのね、そちらの方が復旧するまで生放送はできません。
申し訳ないができないんだよな。だからまあ生放送してほしいよっていう方がおられましたら、ぜひね直し方をね教えてほしい。うん、いや本当にさ、何も設定とかいじってないのに、前日までしっかり起動してたにもかかわらず、なぜかその朝起きたらその映像がね映らなくなってるっていうね現象が起きてたんですよ。いやーマジでこんなことあるんだなと思って。ちなみに OS はね Windows 10ですね。うん、 Windows 10。いやーこんなこと初めてだからさ、超困ってる。まあ、最初ね 3DS のねバグかなと思ったんだけど、まあその 3DS というよりそのニセトロキャプチャーをその取り入れてる DS かなが故障とかバグでなんかおかしくなったのかなと思ったけど、どうやらそのパソコン側に問題があるみたいで、うん、まあ他のパソコンではねしっかり起動するもんな。うん、参った参った。まあそういったところでね、令和1年の初日から悲惨な出来事があった私ですけど、動画だけはねちょこちょこちょこっとね上げていきたいと思っておりますので、これからもぜひ見てください。まあ生放送に関してはまあ道盛りはねしばらくできないでしょうね。これまあ誰かがパソコンくれたらできるけど、まあ誰もくれないだろうし、まあできないだろうな、仕方ない。まあ動画に関しては MacBook からキャプチャーして撮れるから、まあそれでねしばらく耐え忍ごうかなと思ってるんですが、まあ生放送はねデスクトップパソコンでしかできないから仕方ないな。うん、まあそういったところでね、ぜひ皆さんこれからは動画を見てください。だからまあパソコンが復旧するまでは当面の間はスプラトゥーンのね生放送と雑談生放送とか、あとはまあ今月からマイクラもね復活させようと思っておりますので、まあマインクラフトをね中心やっていこうかなと思ってます。まあその代わりね動画はね飛び盛りばっか上げていこうかなと思っている。うん、まあせっかくねこの通り村もね発展してきて、で村セインもねだいぶ住んできたんですよね。どうですかこれ。まだねプレイ時間はようやく17、8時間ぐらいかな。うん、まあ今はね道路を整備しつつ果樹園を作りつつみたいなことをしているんですが、まあ先日ねついにデパートもできましたので、ただデパートの一番上の階にぼったくりのキリンがいることが許せん。あのさ家具めっちゃ高くないか。なんか一つあたりさ15万ぐらいするんだけど、15万ベルか、高いよな。普通の他の家具とかだとさ大体3000ベルぐらいなのに、まあ相場の50倍とかするんだけど、ぼったくりかよって思いながら、ただまあね家具のデザイン自体はね結構シックな感じで僕は好きでしたけどね。だからまあ将来的にはね、まああのね例のぼったくりキリンの家具でね部屋を統一できたらいいかなと思います。ちなみに今着ている服もねこれタキシードなんですけど、ぼったくりキリンのところで購入しました。だけどねそんなに高くなくて、だいたい7000円ぐらいかな、7000ベルぐらいでね購入することができました。個人的にはさこのサングラスとタキシードが結構気に入ってるんだけど、ただねズボンがダサいからちょっとね微妙だけど、っていうかさめっちゃ寒くないかこれ。雪降ってるんだけど、この雪降る中でよくねこんな半端でいられんな。半端にタキシードにサングラスって明らかに不審者で、これ大丈夫かっていうね。えはい、まあそういったところでね、僕の2019年4月令和1年の初日がね始まったわけなんですが、まあ散々でしたね。皆さんはどうでしたか。まあ、まだねこれから新学期が始まるよっていう方の方が多いかもしれませんが、ぜひね新学期楽しんでください。ぜひねコメント欄とかで気軽に近況とかもね報告してもらえたら、僕はね常にコメント欄を見ているので、ぜひコメントしておくれ。まあ受験生の方もねいるから、受験もね頑張っていただければと思います。だからまあね受験生向けの動画もねそのうち出そうかなと思ってます。果たしてそれが参考になるかどうかわからんがな。はい、まあそういったところで今日のところは動画をね終わっていきたいと思います。飛び盛り動画はこれからもねバリバリ上げていきますので、ぜひねまだチャンネル登録をしてない方がおられましたら、チャンネル登録は無料なんで
ポチッとねしていただければ非常に嬉しいです。ではでは、お疲れ様でした。バイバーイ。